ランキング。ランキング。ちょっとランキングのお時間です。お願いします。このコーナーは県内、日本、いや世界にあるさまざまなものをランキング形式でご紹介するランキングです。今回のプレゼンター、私川谷が務めます。よろしくお願いします。さあ早速今回のテーマはこちら。今すぐ食べたい街角厨房ベスト3です。よいしょ。街角厨房って皆さん聞いたことあります？ないですね、うん、どこにあるのか、うん、分かりますか、うん、実はあのコンビニエンスストアローソンにあるんです。コンビニならどこでも厨房ってあるんじゃないって思うかもしれません。違う簡易的な厨房じゃないんです。ローソンの店内にあるキッチンでなんとお米も炊いてるよっていうね、炊きたてのご飯は、うん、おにぎりやお弁当に、もちろんご飯だけじゃありませんよ。サンドイッチやお惣菜もあって、それも全部街角厨房店内で作ってるということで美味しさ格別です。ほら美味しそうでしょ。テイクアウトを利用する機会が多いこの昨今、嬉しいことですよね。ということで今回はそんな街角厨房からこの時期おすすめのベスト3を紹介します、うん、さあ参りましょう。第3位はこちら第3位、ジャイアントポークフランクドッグです。税込み230円。ふかふかのパンに包まれているのは食べ応えのある大きなポークフランク。肉の旨味が存分に味わえる一品です。あ、よだれが出てきました。久保田くん、目の前にありますね。どうぞ召し上がれ。うわ、これ大きいんですよね、まず、うん、わかりますか。いただきます。もこもこ、うん、肉汁がじわーっと出てきます、口の中に。あ、美味しい。これコンビニのね、信じられないコンビニの味だっていうのが。まあこのね、ポーク、このソーセージの部分はジャイアント級ですから肉汁もあふれ出します。店内調理だからパンもふかふか柔らかなんですよね。一本食べてお腹いっぱいになること間違いなしですよ。さあどんどんいきましょう。第2位はこちら、第2位、ハンバーグエビフライ弁当です。コンビニの弁当ってね、四角の容器に入っているの多いですか。丸い容器にハンバーグ、そしてエビフライ一つのお弁当に入ってます、うん、かわいいね。お箸で割った瞬間に肉汁が溢れ出すハンバーグ、そしてサクサク食感のエビフライ、うん、ご飯と相性抜群のソースがたまりません。こちらはエリさん、どうぞ。私ハンバーグが一番大好きなんですよね。いただきます。うん、ふわふわ、うん、あの近年のコンビニエンスストアのハンバーグですごい美味しく仕上がってるじゃないですか、うん、もうジューシーだし、ふわふわだし、うん、本当に美味しい。ご飯とも合う。これが店内で作られているっていうのがびっくりですよね、うんうん、エビフライも美味しいんですよ。エビフライ食べられます？どうですか。エビフライ、まだハンバーグ煮込みいっちゃいますけど、ちょっとハンバーグそれだけ美味しいってことですか。まあね、エビフライも本当サクサクなんですごい美味しいんです。でご飯も美味しいんですよね。これも炊きたてだからですよっていうことですね、うん、おすすめです。さあ第1位いきましょう。堂々の第1位こちら、ご当地岐阜けいちゃん堂です。こちら税込み500円、こちらワンコインとなっております。街角厨房でも人気のご当地シリーズから3日前に出た新商品です。岐阜県下呂市の郷土料理けいちゃんってありますよね。醤油や味噌ベースにしたタレに漬け込んだ鶏肉とキャベツを一緒に焼いて食べる料理なんです。それをご飯の上にたっぷりと乗せました。こんなの美味しくないわけがない。おまけにワンコインって嬉しすぎ。お二人どうぞ召し上がれ。うん、おいしい、うん、鶏肉、ニンニクがすごい効いてるんですよ、うん、岐阜行った時にやっぱり行列つかなくてはいけないじゃないですか。え、食べられるのこっちの町で。本当ですね、ローソンで食べられるんですからお手軽ですよね。いいこと言いました。ちなみにこのローソン街角厨房のこのけいちゃん丼、岐阜県下呂市の行列ができるお店が監修しております。だからこんなに美味しいのよね。で鶏肉の弾力もとってもありますもんね。そうよく気づいてくれた。もも肉に鶏皮プラスで弾力アップしております。もうご飯と合わせると本当にペロリといけちゃうっていうね、うん、この味噌味との組み合わせがいいですよ、うん、まだワンコインでね、お値段も嬉しいですし、いろんな地域のね、ご当地のものも本当食べられるっていいですよね。本当ですよね。このシリーズまだまだあると思うので、ぜひ皆さんにも食べていただきたいなと思います。さあ今日は今すぐ食べたい街角厨房ベスト3というのをご紹介しました。
小腹が空いた時、ちょっと食べられるものからがっつり系まで、ローソンの街角厨房ならあなたの食欲をきっと満足させるはずですよ。で、まあ、店内のキッチンだからこそ作れる美味しさっていうのもありますので、皆さんどうぞ召し上がれ。でこの 1,2,3 のこのほら街角厨房ってこのマークあるでしょ、マーク、はい、これがあるところがローソンの街角厨房やってるよっていうことなので、このマーク見かけたら要チェックです。さあ以上ランキングでした。